特に今で中小零細事業が成功するには何が必要だと思いますか。もうどんどん言ってください。2分ぐらいガンガン言ってください。中小零細事業が成功するに必要なことガンガンちょっと言ってください。なんか営業力、営業力いりますね。営業力、はい、他にガンガン商品、商品いりますね。商品もうそれあんま専門用語使わないようにはい、他に成功するには私ね、これ絶対見た方がいい。ゴールデンウィークにベネズエラのエンジェルフォール、ギアナ高地っていうところにですね、もう30何時間かけて行ってきたんですけどね、世界遺産すごかった、高さ1キロの滝でしたけどね。その間に暇だったから、なんていうかな、映画ばっかり見てたんです、表記の中で。でスパイダーマンとかこういろいろ見てて、こうなんかもう見るもなくなってきて、ね、しょうがないから、なんかファウンダーレイクロックの生涯とかね、マクドナルド創業者知っとるやだんだん、もう見てもしょうがない。でも面白いの他ないから、もうしょうがない見たんですよ。最高やね、レイクロックの、マクドナルド兄弟という職人がいて、それを起業化したのがレイクロックさんというですね、なんですけどね、あれ、本が出てるけど本の10倍面白い。でね、個人的にちょっと面白かったのが、ダメ時代52歳で独立企業ですからね、それまでもう、なんかのコップ売ってたりとか、ミキサー売ってたりとか、ミキサー、ミルクセーキのかき混ぜる機械売ってたとか、まあ、うだつが上がらなくて、嫁さんも、まあね、まあ、あんた次々職変えてって、まあ、やつでも同じでしたよね、職ばっかり変えてどうしようもないよねみたいなね。いやでも今度はすごいの見つけたのは、このマルチ一度に8つのミルクセーキがこうね、この機械すごいだろみたいな、ね、みたいな嫁さんがもう呆れてるわけですよね。で、例えばある時、まあ、マクドナルド兄弟出会って、でこう見て、これはすごいと、このハンバーグ科学的管理法ですよね。いやもう30秒1分で次々作っていくっていうね、まあ、初めてそのなんていうか、食品の世界で大量生産っていうか、そのあれをこうマニュアルでやってた、それを見てすごいと、これ起業化していこうというふうになって、まあ、やって大成功していくわけなんですけども、その大成功抵抗する前、そのレイクロックがダメな52歳のダメサラリーマン時代で、全国出張で営業行ってる、でそのなんか寂しいしがないホテルの一室入って、もうダメなんですよ、ダメなんだけども、レコードかける、レコードかける、そうするとやればできる、思考を現実化する、プラス思考でいきましょうっていうですね、当時の自己啓発の、教材を聞いてるわけですよ。でアメリカってそういうの多いんで、ナポレオンとか SMI とか、ね、でレコードっていうことはですね、あれはね1950年代なんでね、はい、あれね多分ね SMI の創業者のマイヤーさんのやつです。世界で最初の教材、ナポレオンは本だけですからね、教材にしたのは実は SMI の創業者なんですよ、アメリカの。そのあね、自己啓発教材を、ね、聞いてるっていうのが面白かったですね。だから単なる、ね、商品営業力戦略がいいからだけじゃなくて、やっぱ心も大事じゃないですか。大事ですよね。あのレイクロックさんでもそういうのに頼らざるを得なかったのかというシーンが出てきてね、非常に面白いですね、その後はまあ最強の商品を手に入れて、あと起業家で成功していくというパターンなんですけどね、悪いことも全部暴露されてますな、もう離婚もするし、略奪結婚もするし、マクドナルド兄弟から、まあ、もうクビにするですね、実質ね、ナンバー2裏切りもしょっちゅうあって、ね、それでもうのし上がっていくっていう、結構赤裸々な物語でしたよね、あれはおすすめしますね、できればね、映画じゃなくて DVD、ダウンロードで2、3回、4回見た方がいいです。いわゆる成功するにはですね、やっぱりやる気がいるんです。やる気っていうか、モチベーションっていうか、なんていうか、自己啓発系、本屋で言ったら自己啓発コーナーですよね。もともとある人はいらないですよ。もう今日誰か会った何とかさんも、やる気当たり前だそんなもんってね、そんな人にはいらないです。もう教材も本もいらない。でもまあいろんな意味でいりますよね、やる気。あとはやっぱり、ね、戦略戦術なんですよ、当たり前ですけどね、これであとね、感謝系、だから戦略戦術系で言ったら、例えば中小企業はどういう会ってありますね。感謝系で言ったら、怪しい倫理法人会とかですねでやる系で言ったら、まあそれはナポレオンヒルだ、 SMI だ、日総研だ、ね、なんか変なアチーメントだとかね、こうあるでしょ、夢をできる、できると思えば成功するみたいなね、まあ半分怪しいですよね、でもできる、できると思ってる方がやっぱ成功はしやすいですよ。できない、できないと思ったら、やっぱ成功しない傾向がありますよね、もちろん全部は何とも言えないですけど、でそうこう私評論家として見ていくと、いろんな社長に会っていくと、これ全部いるんです、全部やる系と戦略戦術系と感謝系ですよね、これ全部いりますね、
つかもし自分でダメだって言うんだったら、そうやる気系のなんかやる気、まあ利尿人間も若干半分やる気系みたいなもんですからね。例えばああいったとこ行って会の場の力を借りる、戦略戦術もうダメだったら私の本とか山田さんの会とかで、どういう会とかそういったところで戦略戦術勉強する。で感謝が足りない、まあ私なんか嫁さんに聞いたのはやっぱ感謝が足りなかった、嫁さん体質ですね、もっと入ってちゃんと会員になって毎日ね、なんか夫婦を一対の反射鏡とか言いながらね、もう壊れたなみたいな、ああなんかあれでしたけど、まあ言うだけだったんですよね。もっとちゃんとしないといけない、ね、一度失敗したから次はうまくいくと思うんですけど、で人によってこれはあるけどやる気がないとかね、これがあるけど感謝がないとか、感謝あるけどこう何もしてないとかね。いや林業人会でハマってる人は大体これないですよね、戦略系ないですよね。ああ早くすれば成功するよとかね、んなもんはそれは1割がそうかもしれんけどって言うんですよね。それはあんたが売ってるその商品地域逆走が外れとるよと言った場合、いくら早起きしても無駄ですよね。それはやる気もそうなんですよ、できるできるできるって言ってもね、元の戦略商品が営業エリアが客層が間違ってたら、間違ってたって間違ってたらっていうのは、厳密に言ったらその市場をライバルとの、ね、あの取り合いするわけですからね。これやりたいって言っても自分よりも明らかに強い敵がそこにいるんだったらやめないといけないですよ。あのこれがもう左脳的な戦略的な考えですけどね。とかやる気系にはそういうで戦略がゼロです、やればできるしか言ってないですよ、でこっち系もちょっと近い、早くすれば日本を変えるとかね、まあ、それは両方ともいいんですけど、いいけども全部いります全部、ところが講師も本もコンサルタントも勉強会も全部分かれてますよね、全部分かれてるんですよ。でこっち系にはまってるだけの人っていうのはもう全然こっちやってないですからね、だからいくらやってもうまくいない、これが大体外れてるんですね。でこっちもそうです、だからこれが外れてる。でこれもね、なんか勉強だけばっかりが結構多かったりして、やる気出さんかとかねその場合やっぱこういったとこ行ってそれぞれ本当は補足するべきなんです、というのが最近だんだんこう客観的に見るとね、まあ、こういう構造になってますね、間違いないというか、あとはそのね、まあ、一応経営の話も偉そうにちょっと、しますけど、今日はまあもう時間がないから簡単に言ったらですよ、柳井さんもね言ってましたね、20年前にですねユニクロの柳井さんインタビューして800億ぐらいの時でしたよね、でなんかね、私無礼ですからね、なんか柳井さん偉そうですねなんかねみたいなね、こう言ったら、僕はね人の言うこと聞かないんだよと、俺のあだ名は僕のあだ名はね山川って言うんです、みんなが山って言ったら俺川ってね、もう 人と同じことをやるの嫌いですって言ってましたよね。これね、私らの師匠の武田一もそうですけどね、大体独立企業サラリーマンはねやっぱこう協調性とかいるんです、やっぱり変なやつはねダメです、サラリーマンはちゃんと組織の言うこと聞かないといけないですね。でも自営業独立企業家特に起業家はねやっぱね変人系がいいですよね、人と違うことをやると、だっていい人で人と同じことをやったらもう、ね、ダメですからね、同じことをやっちゃただ弱いやつとの真似をして弱いやつを潰すっていうのはありなんですよ、弱いやつ潰す、強いやつの真似をしたらダメだって、それは取り入れるべきところはありますけど、だから一般的にはこれ私とか武田氏とか大前健さんとかロワッカーみんな同じよって言ってますね。だからまず差別化だと、同業他社との差別化、違うことをやるんですね、もちろん同じところもあっていいんですよ、いいけども、特に相手が強い、大体中小零細ベンチャーの場合は同業が強い、自分よりも強い場合が多いですから、だから同じことはやっちゃいかんと、差別化とは違うことをしようと、商品とか地域とか客層とか営業の仕方とかフォローの仕方とか、この前今言いながら聞いたアジネフライパンっていうのがですね、神奈川に20年前から知り合いがあって、夫婦で鉄のフライパンを手作りで作ってるわけだ、手作りで、でそれ自体はねもう今検索したらいくらでもあります、そういった手作りフライパンっていうのは、彼がやっぱすごいなんですよ、15年前聞いて、まあ、無理やと、まあ商品地域客層営業の仕方で、あとフォロー活動で顧客戦略っていうのがありますね、新開拓のあと既存のお客さんをどうやってこうフォローしていくか、そこで彼がやり始めた顧客フォロー、鉄のフライパン鉄だから錆びます、でも中華はみんな鉄ですよね、やっぱ鉄が一番いいんですけど、で一度売ったフライパン、それを一生磨き直しますと、いつでも送ってくださいと、いつでも一生磨き直します、磨き続けますと、アフターサービスで、アホかって言いましたよね、言ったんですけどね、未だにやってましたね、
多分ね月賞100万ぐらいだと思うんですけどね、あのしっかり食えてます。自宅事務所のままですけども、まあありえない顧客、顧客維持ですよ。差別化、だから一度売った商品のフォロー活動で、そんな聞いたことないでしょ。一度売ったそういったやつのサビを、あのいつでも一応送料は払ってくださいっていうふうに今は変わってますよね。送料有料になってましたけども、ずっと一生見分け直します。これすごい顧客フォローの差別化ですよね。小さな、お店にしてはだから何らかの差別化ですね。人と違うことやる。であとはやっぱりですね、小さな1位ですよね。自分が何かその商品分野か、その地域か、客層かっていうですね、地域、商品地域客層、その地域のその客層向けのその商品で何か1位はないかっていうですね、これ細分化していったら今現在の、ね、あの皆さんでも必ず何かありますね。必ず何かある、ね、それを最初から意識するんだと。意識して、でかつ一点集中と、もうおかしないと、あれこれしないと。あのコンサルタント、私はコンサルタントじゃなくて、ジャーナリストなんですけどね、大企業向けのコンサルタントで多分日本一クラス、いろんな意味でですよ、知名度も含めて日本一クラスが大前健一さんと堀浩一さんだと思うんですね。両方とも元マッキーゼジャパンとボストンジャパンの、まあ、世界最大の外資系大企業向けですけどの日本の代表をやってた人で、両方とも独立して、両方ともコンサルタント研修会社なのに上場してますからね。もう脱サラしてもものすごいんですが、で堀さんのやつが、堀さんの戦略の本質という本が出たんで、一応ちょっとこう読んだら、一番最初に私が前に言ったヤマハ発動機をいかにホンダが潰したかっていう、一番最初に載ってたんですよね。私ヤマハにいて、まあ、会社本当やられましたんだね。でそのコンサル裏でやってたのが堀浩一さんだったんですけど、で、まあ、ずっとこう、まあ、大きい話が中心なんですけど、あと、歴史の話が中心なんですけどね。で一応大企業と小企業ベンチャーの違いはこうだ、戦略の違い一言で言ったらこうだって書いてありました。大企業は隙がないように、なあらゆる商品地域逆走、全てにおいて全ての包囲網やるんだと、何でもやるんだ大企業はって、中小零細ベンチャーはこうだって、なんて書いてたと思うんです。なんて書いてたか、一点集中だって書いてですね、もうやっぱりそうかと、まあ当たり前のことですよね、うん、当たり前のことなんですけど、まあ一点集中ですよね。ただ問題は、まあ、何回もクレームやるところがあって一点集中してもダメな時がたくさんあります、うん、それはなぜでしょう。他と差別化して小さな一位を狙って一点集中したけどダメだった、まあ、ダメだったということは、まあ競争に敗れたっていうことなんですからね、からもうここはね、もうやってみないと分かんないですね。やってみないと分かんない。私の本の事例によく出てくる福岡 のロゴマーク専門のデザイングレース根本さんっていうの知ってるって言ったロゴマーク専門、うん、彼がね10年前、2006年私世界一周行く前ですよ、ちょうどなんかもうダメだったんですね。ダメで食えないから下請けの仕事と、土日はねテント屋さんでバイトしましたよ。でその頃私の本とか神田正成とかいろいろこう読みまくって、でいろいろこう結局みんな言ってることはあれこれしない、絞れ、みんな絞れって言うよねって、それなりの良さそうな本、良さそうなコンサル、良さそうなセミナー、最終的にみんな言ってること同じやなって、で絞ったのが客層が中小零細企業だけで、地域福岡市内だけ、これやっぱすごい、デザイナーなのにロゴマークだけっていうね、これ未だにやっぱすごいなと思いますよね。普通でも広告代理店だから何でもしたがるんですよ大体。ロゴだけどうかなって、世界一周から帰ってきたらもう大成功してましたよね。もう未だに結局こんなところで、まあつい今アドリブで買ってるね、金もらって今言ってるわけじゃないですよ。あれやっぱり何かで1位の人って記憶に残ってますんでね、残るしですよ。ただ例えばロゴマークで2番の人なんか人前で紹介したくないですね。やっぱ聞いてる人、お客様っていうか、あれにやっぱ喜んでほしいですから、紹介する手前はやっぱり1番の人ですよね。この地域でなんかあのね、豚骨ラーメンでなんかあっさり系で美味しいところどこですかって知ってる中で2番目に美味しいところ紹介しないですね。自分が知ってる中で1番しか紹介しないですね。だからまあ自己満足でもいいんですよ、まあ、言ってみたら、ある意味では、とにかくその人のマインドの中でも何か1位にならないといけないっていうですね、何か、
でもそれはやってみないとね、分かんないですね。あとはもう接近戦、営業関係はもう接近戦だってですね。これもね、先々先週ぐらいですね、葛飾区の小さい勉強会がありましてね、そこに来たフレンチのレストランの社長が、今16年目です、うまくいってる、あの寅さんのいる金町なんだ、葛飾柴又のすぐ横の金町というところですよね。でうまくいってるんです、フレンチレストランうまくいってると。で16年前創業だけど、まあ、創業期にいろんな新開拓、新規開拓、営業ですよね、営業、これ新規開拓、新規開拓で5番がその顧客維持、まあ、これリピート作りですよね。こう新規開拓のために、まあ、チラシもやった、ポスティングもやった、タウン誌もやったかなとかね、まあ、いろんなことやったと。その中で今でも15年経ってもうまくいった新規開拓の方法があるんだと。フレンチレストラン、お初めて聞いた。それは何やったと思います？チラシでもないんですよ、織り込みでもないんですよ。あ、もうやった、タウン誌も広告出した、まあ、いろいろやったけど、これが一番効果ある。今でもメインのお客さんはそれをやったお客さんだって。何やったと思います？接近戦営業、フレンチレストラン、まあ、ヒント言いましょうか。百貨店の地下では毎日それやってますね。何でしょう？試食。いやですね、フレンチレストランなんでフランス菓子となんかパンかななんかを作ったやつ、それを持って近隣のオフィス、店舗、法人に挨拶回りをしたって。オープンしました、よろしくお願いしますってね、こう持っていったと、うん、打率ほぼ 100% だったって。そう持っていったところもう来たと、うん、ああなるほど。その時ね、やっぱ何十万か、まあ、原価でかかったらしいけども、あれが本当今でもその法人客はそれがメインですね、うん、あなるほどと。そったよ、もうタダでやるっていうのね、一番、まあ、サンプルみたいなもんですね、無料サンプルみたいなもんですけど、まあそこは多分だから、そのエリアでね、フレンチレストランそこしかない、金町ですからね、葛飾区ですからね、やっぱみんな強い時出さないですよね、そんなダサいところにですよね、うん、だからそう地域連も結果としてはまあ良かったわけです。これが銀座だなんだ、あっちの方出したらダメだったでしょうね、多分敵だらけだったから。うなるほどって。あでもね、試食を作って挨拶回りですよ、ポスティングとか織り込みだと、ね、まあ間接的な営業ですよね、そうなくてもって挨拶回りですから、これものすごい接近戦ですよね。印象も強いし、どうせあれだったらじゃああそこでね、宴会やろうか、フレンチ系とかね、なりますよね、うん、これなかなかすごい、ああ接近戦営業だなとね思いましたけどね、うん、でこれを、まあ、皆さん生き残っているところは、ね、結局差別化して、小さな一位があって一点集中して、なんか営業活動はドロスタイルでやってる、多分やってるんですよね、はい、それをこっちで言ったら、まあ、商品、地位、客層、何をどこで誰に対してどうやって売るか、であとどうやってリピーター作りやるかってですね、はい、ここで小さな1位はなんかないかなってですね、まあ福井中道さんがあんまり言いたくないけどね、奇跡的にねやりましたね。もうダメ時代から知ってますからね、矢沢の創業者が1999年ですよ、経営計画発表会、矢沢の創業者が、あと美代ちゃん会長も、今の嫁さんも、まあ、サブでついてましたけど、まあ、私も参加してて、あの時、まあ、40、50名ぐらい参加してましたけどね、あの時で一番最低だったのが福井中道さんですよ、年商750万しかない、うわーみたいなね、それが今はね一番ですよ、もうなんというね、泣かすだけで、客層がスナッククラブだけで、でその店舗だけ、極端に言ったら、これはなかなかねすごいですね、当たりましたよねっていうか、当ててきたっていう感じですけど、そういうものが皆さんの中でも何かなんかあるっていう人、小さな一応持ってるっていう人、一応おあ何ですか？僕はエレベーターっていうのを、はい、エレベーターのコンサル、管理サポートとか含めてコンサルっていうのをやってて、はい、当然エレベーターとかも今度の人が柱になるようなぐらいの差別化ができてて、はい、国内で僕しかいなくて、はい、エレベーターに集中してます、はい、あとは一番下がちょっと忘れました、読めなかったですが、接近戦っていうところで行ったのは、はい、私今カニ会社のところ全体的に行ってますので、はい、他のところには全く目をカニ会社だけ、はい、なるほどね、なるほどね、はい、あんまりずれてないかな、はい、なるほどね、そうですか、はい、ありがとうございました、どうぞ。
というまあなんちゅうかな、まあ当たり前ですかね、当たり前ですか、 NBA 系で言ったらですよ、こう自社とお客、市場ですよね、結局自社とお客とあともう一つ、この3つの力関係で自分が勝てることはどこかと、まあこれライバルですね、ライバル、私たちは武田洋一経団で主観、客観、顧客観、共感、競争感って習ったんですよ。で NBA 系のアメリカの、ね、大企業向けのコンサルタント系ですけど、まあ、あっちはもうこう 3C って言ってましたね。なんだって言ったらカンパニーとカスタマーとコンピスターだって、この3つの視点が大事だって、あ同じやだって、まあよう考えたらもう当たり前のことなんですね、うん、でその3つの視点で自分が勝てる、ここですよね、ここライバルが及ばないこの自分と市場の、まあ、ブルーオーシャン的なものはないが、実質ないです、ない、もうほとんどこのレッドオーシャンで戦いまくりですけど、ここのちょっと少しこっちに近い、まあオレンジオーシャンぐらいですかね、これは多分現実でしょうね。これは何かっていうとね、常に自分とライバルとお客さんの関係見ながら、商品地域客層で小さな1位取れるところはどこだろうってことですね、はあ、だから福井中堂さんも中洲で1位になった、もう全国的に有名になってますけど、ライバルはまだ攻めてきてない、どうですか。本当はライン不動産がちょっと本気出してきて、でデータマックスに金払って福井中堂さんをバッシングする記事を書かさせたですよね。